んにちは。実は終わらせちゃうよ。いらっしゃい。これでいいのか。前乗り。また来てくれよな。また来てくれよな。なんじゃ。聞いてくれ。ネッコさんにお任せあれ。こんにちは。これでよろしいですか。お休みくださいませ。お、やあ。こんにちは。人は違うと思う。書庫の前で見かけたのと同じ。もう町から出ちゃったのかな。だったらお手上げだよ。こうなったらやっぱり私たちだけで助けに行っちゃおう。そうね、私もそう考えていたところ。となるとそれには。ん？こそ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 怪しまれないように。こそ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 。そこ見るからに怪しい。こそこそしてるジョイヤさん。俺は全然怪しくないぞ。レジスタンスとは何の関係もない。めちゃくちゃ怪しいっていう。ネプテューヌ、その人じゃないわ。そうなの。私が見たのは女性だったから男性じゃない。それ早く言ってよ。でも話は聞いておいて損はないわ。レジスタンスの関係者のようだし。何を言ってる。俺はレジスタンスなんて知らないぞ。ただの町の住人だ。安心して、私たちはシルクワームじゃないわ。実は俺はレジスタンスの一員なんだ。こっそりシルクワームを見張っていた。あっさり。私たちが嘘ついてたらどうするつもりかしら。違うわ。だから安心して。シルクワームに関する情報が欲しいの。レジスタンスのスパイに間違われて友達が捕まっちゃったんだよ。なんだって。そりゃ大変だ。ただそうだな、俺はシルクワームの情報を持ってはいるが、よければお前たちに手伝ってほしいことがある。手伝ってくれるのなら情報を教える。どうだ。え、どうしようかな。こんにちは。おお、ありがたい。じゃあ教えるが、シルクワームのここルイ本部はおそらくその友達もそこに連れて。遊園地？そんな楽しげなところに。
楽しそうかどうかは今は関係ないわ。俺の持っている情報は以上だ。それで手伝ってほしいことだが、不思議草を5つ集めてきてほしい。俺はここにいるから集め。
Thank you.
がらないかしら。ここは任せて。そんなにバカ。ねえ、あなたたち、あっちに不審な人物がいたけど、調べなくてもいいの？なんだと？それは調べなくては。そうだな、それは調べなくては。コピペでいけた。いつかクビにならないか、さすがの私でも心配しちゃうな。新入生号！うわー、楽しそうなのがいっぱいだよ。ねえねえ、どれから？後回しよ、ノア。だよね。行こう。多分捕まえたものを閉じ込めておく。隊員さんに聞いちゃおっか。そうね、誰か一人取り押さえて。侵入者あり、侵入者あり、園内に侵入者2名確認。侵入者あり、侵入者あり、警備隊は至急対処に向かって。エリアは？まずい、見つかった。なんで？どうしよう。一旦隠れましょう。囲まれた。早すぎ。そこまでだ、侵入者。おとなしくしろ。さてはレジスタンスだな。もう違うんだってば。言っても無駄よ。でも違うものは違うんだもん。もう想像しい。美しい音色とはシンプルであるもの。クケイ様。誰？私は飛び鉢クケイ、シルクワーム三重師のナンバーワン。フィリン様よりシルクワームを任され、至高の音色を探求するものです。もっとネズミか。おいおい、すげえな、入れ食いじゃねえかよ。想像し。よー、レジスタンス、俺は今日様だ。今日シルクアーム三重師のナンバー2。てめえらには魔界みてえなゲームを楽しんでもらうぜ。マイマイは難しければ難しいほど好きなんだよね。
その名前で俺を呼ぶんじゃねえ。殺すぞ。ほよよ。あの子。あー、新入りの猫ちゃんだ。やっほー。知り合い、なんていうか。うん、知り合いだよ。私は三重市のナンバー3、伊豆田。あのね、あのね、猫ちゃんには騙されちゃった。そういうわけじゃ。あー、もう説明が難しいけど、とにかく三重師って言うなら、あの三人がシルクワームの偉い人たちってことだよ。ええ、その通りです。今ここには醜い音が満ちている。早く調律しなきゃ。逮捕だ逮捕。勘弁しろ。逃がしてくれそうにないわね。こうなったらやるしかないよ。このシリーズでは序盤で女神が負けるのがお約束らしい。だって女神じゃなくて勇者だもん。いっくよ。追いなさい。はっ。おい、ナンバーワン様、せっかく試練状送りにしてやろうと思ったのに。ノワールというスパイですね。あれには別の使い道があります。あれはてめえにやる。俺はもっといいネズミ見つけたからな。ネプテューヌっつったか。あのいかにも能天気なアホ面気に入った。ぜひとも俺の試練場で歪ませてみて。じゃあな。はやや。好きにさせましょう。戻りますよ、スララ。なんとか逃げられたわね。もう走りっぱなしでお腹減ったよ。腹が減っては戦はできぬ。そうね、ノワールも心配だけど、一度ルフィに戻りまし。賛成。フィリン様、確保した。おー、フィリン様、フィリン様、侵入者の処罰は3日後だ。レジスタンスには無慈悲なるレクイエムを。我らの平和的統治を乱す者はドットブロックへと変えられる。私に逆らう者がどうなるか民に見せしめるのだ。オールハイルフィン、オールハイルフィン、オールハイルフィン。美しい音色です。どうした、クッキー。いえ、何でもありませんよ、フィリン様。レベルアップ。
でよろしいですか？お休みくださいませ。なんだ、お前たちか。一体。私もご飯食べたい。お腹空いて倒れそうなんだよ。ねえねえ。わかった。おごってやるから落ち着け。はしたない。やったー！勇者定食メガ盛りで追加のプリンも。で、何があった？一人見えんが。それが。ということになってノワールが捕まったの。そう、大変なんだよ。私心配で。通っとるだろう。なるほどな。何かいい手はない？リーンボックス。え？リーンボックス？国の名前よ。リーンボックスに反シルクワームの組織、レジスタンスの拠点がある。うまくすれば。おお。でも、それだと時間が。ノワールが無事でいるか、私が見張っててやる。すぐどうこうにはならんだろう。よし、じゃあそれで行こう。いざ、リーンボックスへ。その前に、プリンもう一個。まあ、やめて、すぐ行こう。ノワールのために。じゃないって言ってるのに。これは何？うるさい。お前は知る必要がない。行くぞ、来い。暗い。外はあんなに綺麗なのに、中は。ここが我らの城、ヤンデレラ城だ。ヤンデレ？にゃーん。ないようだけど。にゃーん、にゃーん。あれは檻？ずいぶん大きいけど。ここだ、この部屋に。あ、乱暴ね。にゃーん。あなた、あら、首の近くから血が出てるわ。にゃーん。もう治療3日後。ウプラン、ネプテューヌ、来てくれるよね？こまめな成分は大事だよね。